74式自走 105mm 榴弾砲は陸上自衛隊において1974年に正式採用された自走榴弾砲である。開発された当時陸上自衛隊では前線の部隊を支援するには小回りが利き発射速度が速い 105mm クラスの榴弾砲が有用との意見が根強かったため 105mm 榴弾砲 M2A1 の後継として開発が開始された。搭載される1 0 5ト、mm、ル榴弾砲は日本成功所の開発による。開発は75式自走1 5 5トル榴弾砲の開発より先行して始まり、1964年に性能などの案が作成され、1967年に開発目標が決定された。1968年には、 日本成功所で砲頭部の試作が行われ、1970年には試作車が2両が完成、技術試験や実用試験が行われた。1972年にホビ試験が行われた後、1974年に74式時装 105mm 榴弾砲として正式化された。車体は73式装甲車の駆動部を中心に、 流用しているが、外見上の共通点は少ない。車体そのものは、直接的には73式の走行系を流用した76式大砲レーダー装置の牽引車部分である KP140 の車体部と共通した設計となっている。材質はアルミ合金製で、自走砲としては珍しく、浮き紅用キットを装着することにより水上航行が可能となる。 車体前方右側が操縦席となっており、73式と同様に2本の操縦レバーが備わっている。前方の左側にはエンジンが積まれ、前輪駆動となっている。車体後部は戦闘室で、前周旋回式の密閉型砲塔が搭載されている。砲塔の上面に棒立て付きの 12.7mm 重機関銃 M2 が搭載され、 戦闘室の側面には64式 7.62mm 小銃用のラックが取り付けられている。車内搭載弾数は43発で、射撃速度は最大で毎分10発に達する。実戦用の砲弾には、榴弾、発煙弾、照明弾、整形作薬弾が用意されている。最大射程は 14.5km。本車両の使用する砲弾の装薬は、 1>, 1から9号までの9種類がある。1から7号までは、ニトロセルロースを主成分とするもので、1号と2号のみ、9年性の単鉱型、3から7号は、関年性の多鉱型となっている。8号と9号は、ニトロセルロースと、ニトログリセリンにニトログアニジンを加えたものとなっている。主力火砲が 155mm に移行する時代の、 数星上性能不足であることは正式化当時から判明しており、調達をめぐって、分叫びした末に一個大替分のみ導入することになった。1975年から1978年にかけて第4特化軍第117特化大隊に20両が集中配備されたが、2000年3月の部隊廃止と共に全社が退役している。 ありがとうございます。